今日は22時半まで世話係がおらんかった。朝から仕事についていくつもりがしっこまみれでいけんかった。世話係とカフェのオーナーが僕は予知能力があるみたいじゃって発作中。手足がパーになる。耳がイカ耳。キョロサイ大丈夫。胸キヨ、僕の発作中は消えたね。世話係、外作業でしんどいって。いいね、よろしくお願いします。また明日、バイバーイ。